体がまた、ね、とっても独特なものに一度見たらもう忘れないっていう感じなんですけど、そのジャケットデザインにヒントを得てというか、この松影さんは料理の写真を撮るんですけれど、今のウィメンズウェアデイリーの、斎藤に彼の料理の写真がいろいろと載ってるページがあってね、これ全部同じ書体を使ってマツカゲアデイエンダライフって言って、で、これはパエリアだったりとかパスタだったりとか、いろんな料理が載ってて、なかなかねこれも面白いな。で、今その写真展を横浜の方でやってて、その詳細は多分ねギャラリーのサイトのリンクは貼りますので、ぜひご覧になってみてください。今月いっぱいやってます。7日と21日だけは休みになって、あと写真家本人のギャラリートークがあったりもしますね。今横浜アートで盛り上がってますからね。トリエナーレ、そうなんですよ。僕も今日実は番組終わった後にちょっと見に行きます。あ、いいな私も夏のうちにと思ってます。リクエストの曲もありました。やはりウェス・モンゴメリー、A Day in the Life。